アラプールはスコットランドの町。ハイランド地方ロッシャーにあり、人口は1500人程度。小さな町ではあるが、周辺地域一帯では最大の街であり、スコットランドにおける国内旅行先としてメジャーな存在でもある。北、大西洋海流が通っており、温暖な気候をもたらしている。数本の匂いシュドランが街の中にあり、よくヤシに間違われる。アラプールは 二芯漁の拠点校として、1788年に、ハイランド北西部ブルーム湾の東海岸に、当時のイギリス漁業協会によって建設された。設計は、土木騎士、トーマス・テルフォードが手掛けている。この港は、今も町の端にあり、釣り船やヨットが停泊するほか、フェリーポートとして、アウターヘブリディーズ諸島ルイストのストーノーウェイ、行きフェリーが就航している。アラプールは、 歴史的には、ロスシャー北部の中のいくつかの地域から構成された、かつてのクロマティシジャーに属していた。1890年に、クロマティシジャーは廃止され、取り囲んでいた、ロスシャーに統合された。ビクトリア朝における、プレートテクトニクスの概念の発展に貢献する、多くの重要な発見がこの地域でされており、今も、なお国際的な地質学会が定期的に開かれている。 1890年代には、イギリスの議会がアラプールを始発点として、ギャーブ経由で、ハイランドの主な街を結ぶ鉄道の布設を許可しているが、資金不足のため計画は断念された。アラプールは、海洋性気候であり、一年を通じて穏やかな気温である。アンテラッハの二つの峰、スガーフィオナとコーラックボーアラプール周辺は、西のベンゴーブラッハ、南西にあるアンテラッハ、 南東にあり、ブルーム湾の湾をも近いベインディアーグ、北にあるベンモアコイガを代表とする起伏の多い山々に囲まれている。アンテナッハは一帯を見下ろす大きな山であり、ほぼ水平に横たわったトリドン系砂岩で構成されている。登山自体は難しいものではないが、一番近い道路から数マイルあるため、登り坂に入るまでに長いトレッキングが必要となる。 歩いてきた人間は、西に望む海と島々、それと、対照的な南側の人気のない荒野といった、周囲の壮大な景観という恩恵を受ける。近くの丘からの荒プール前景、荒プール荒プールは、音楽、芸術、演技の中心として定評がある。街には、キューテルフォード協会に設置されている、小さな博物館、アンタラソラス、プールや、フィットネスクラブ、 そして何軒かのパブ、B&B、レストラン、ホテルがある。イギリスの奥地でありながら旅行者を引きつけ、ウォーキング愛好家や野生動物愛好家が集まってくる。毎年5月には3日間にわたって、スコットランドゲールごと、英語双方の様々な領域の作家や作品を集めたアラプールブックフェスティバルが開催される。マクファイルセンターには劇場があり、音楽やダンス、 舞台作品の定期公演を主催している。その多くは、スコットランド全土で活動する団体であるが、いくつかは、より小規模な団体であったり、エディンバラフェスティバルフリンジーの出演団体であったりも、する。どの州でも、たくさんのイベントが、ビレッジホールや他の会場に溢れているのがよく見られる。2011年7月。 トールシップがアラプールに入港した際は、周辺地域一帯で盛り上がった。アラプールは、新規のチーム、ロッホブルーム亀のホの本拠地である。アラプールのメインストリート一年を通じて、たくさんの小規模なフェイシュや、音楽祭が、地元の多目的ホールやホテル、特にケイリープレイスとアーチーインで開催されている。アラプールギターフェスティバルは、毎年10月初めに開催され、 開催期間の週末を通じて何箇所かの会場で高いクオリティの音楽が楽しめる。2005年にアメリカのロックグラスバンドヘイシード・ディキシーと地元の発起人ロバート・ヒックスによって始められたルーパルーフェスティバルは定着してこの地域を代表する毎年恒例のイベントになっており、期間中は街の人口が普段の2倍以上になる。2007年にはザソードクターズや ドレッドゾーン、フランツ・フェルディナンドが第2夜の主役を飾った。地元のバーでは同時開催のイベントが行われている。ザピジョン・ディテクティブズはビレッジホールで公演を行っている。また、エイミー・マクドナルドが2008年に、パオロ・ヌティーニが2007年に、それぞれケーリープレイスで公演を行っている。その他、マムフォードサンズも今までに2度、アラブールで公演を行っている。 アラプールは、ロッホブルーム FM の名称で、独自のラジオ局を開設している。周波数は 102.2MHz 及び 96.8MHz。番組の多くは、南西スカイ島との中間に位置するゲイロフホの2、ロッホズラジオから提供を受けている。アラプールフェリーターミナル。ありがとうございます。